聖マ丸勲章聖マ丸勲章は1915年に設立されたジョージアの勲章。ロシア革命後の短期間、グルジア民主共和国によっても授与されていた。現在は旧グルジア王室のダビッド・バグラチオン・ムフラン・王子が授与権者である。名称は中世のグルジア城オタマルに由来する。帝政ロシアに対抗するためにドイツの支援で、 グルジア人によって編成されたグルジア軍の勲章として、グルジア中流ドイツ軍の司令官のフリードリヒ・クレスフォン・クレスセンシュタインなどのドイツ軍将軍とグルジア独立軍の合意によって設立された。主に第一次世界大戦におけるトルコ・グルジア戦線に従軍したドイツ軍の約300名の将校、約2500名の歌手官兵に授与された。主な受賞者としては、 パウル・フォン・ヒンデンブルク、エイリ・ヒルデンドルフ、オット・フォン・ロッソーラがいる。また重要は確認できないが、1933年に撮影されたヘルマン・ゲーリングの写真には配用されているのが確認できる。1942年にソ連からの独立を目指すグルジア独立派の要請によって、旧グルジア王室の長であるイラクリ・バグラチオン・ムフラニによって、 グルジア王室の勲章として認可された。現在は、旧王室の長であるダビッド・バグラチオン・ムフラニによって、授与されている。授与されたドイツ軍将校の写真、デア・コニッヒ,ヒ・リック、ジョージャッシュ・オーデンデア・ケイ・ニ・ギンタ・マール、ハット・デア・コニッヒ,ヒ・リック、ジョージャッシュ・オーデンデア・ケイ・ニ・ギンタ・マール・グルジア王室、公式ウェブサイト。ありがとうございます。